艦隊シリーズは、荒牧吉尾の架空戦記小説、コンペキの艦隊、朝日の艦隊、新、コンペキの艦隊、新、朝日の艦隊及び、その派製作品の総称である。1990年から2000年にかけて、コンペキの艦隊20巻、朝日の艦隊16巻、朝日の艦隊構成欧州戦士6巻、新、コンペキの艦隊9巻、新、 朝日の艦隊19巻が新書として発行された。前半となる、コンペキの艦隊と朝日の艦隊のみ OVA 化され、VHS レンタル版のほか2000年から2003年にかけて DVD 版が連続リリース。その後2005年に OVA アニメ、コンペキ、曲実をすべてまとめた、コンペキの艦隊ア朝日の艦隊コンプリート DVD ボックス全3巻が発売された。 コンペキの艦隊特別編、青い雷開発物語も収録したほか、各種設定資料や史実資料、自衛隊資料が、静止画特典として収録されている。2011年夏から2012年初頭にかけて、OVA を完全収録した、ブルーレイボックス全三巻が発売された。OVA 全編と特別編以外に予告編集も、すべて収録したほか、発売されていない。 コンペキ、曲実それぞれのアニメサウンドトラック集を同梱し、また荒牧義雄講演会や、海上自衛隊の東日本大震災における、救難活動などの映像集も収録した、豪華版仕様になっている。コンペキの艦隊、朝日の艦隊、新、コンペキの艦隊、新、朝日の艦隊が、計3名の作家の手により、漫画化されている。また、 新、極実の外伝となる、新、朝日の艦隊スサノオの死闘編が発売された。紺碧の艦隊がゲーム化されている。ありがとうございます。